日本埼玉県区喜市、青木青木は埼玉県区喜市の地名。郵便番号は346-0011。火災用水路沿いに自然堤防や下半砂丘などの備考地が見られ、平沼などはその後輩出地の定地となっているが、外しておおむね平坦である。中島と河原に挟まれた定地は自然堤防と体をなす形で形成されており、琴音川の急流路を示している。 このうち、昭和40年代に行われた、平沼土地区画整理事業により、平沼の大部分、大坂井、上青毛の一部、中村の一部は、青葉となり、栗原土地区画整理事業により本郷の大部分、中村の一部、河原の一部、竜作の一部は住居表示地区の栗原となっている。また、今日の青毛においても青毛小学校より、東側の地区では、 青毛特定土地区画整理事業が、中村、本郷の一部、河原、流作、中島で行われ、青毛一丁目、青毛四丁目の住居表示地区となっている。なお、今日部分的に現存している小技は上青毛、平沼、中村、流作、中島、本郷である。これら各土地区画整理事業が行われる以前では、隣接する栗原との飛び地が多数存在し、特に、 本郷付近では複雑に入り組んでいた。本郷という地名は栗原二丁目の本郷児童公園などに確認できる。地名において過去の時代の資料では青毛と表記されている場合もある。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。中、平成の人口データは青毛、青毛一丁目、青毛二丁目、青毛三丁目。 青毛四丁目の総計。青毛の読み方は今日において、行政、郵便局などでは、青毛が用いられているが、旧来からの住民の間では、青毛という発音が定着している。旧久喜市時代の小学校社会科副特本には、青毛に対し、青毛と二つのルビが付されており、久喜市民族編の方言、俗語一覧の項に、青毛青毛の表記が確認できる。また、 記載調子民族編では上、青毛彫りに、上青毛彫り、下青毛彫りに、下も、大毛彫りのルビが見られ、和紙宮調子ふるさとガイドでも下青毛彫りに、下も、大毛彫りのルビが見られる。このほさっての言葉では、大毛芝屋の語彙が見られ、語彙説明の文中において、青毛に、大毛のルビが付されている。これらのことから、大毛という発音は当地においてのみならず、地域において、 広域的に用いられていた。青毛小学校が開校した頃、青毛小学校と称し始めたのが、青毛読みの広がりの始まりとされており、近年では、青毛読みに戻すよく岸に陳情書が出されている。陳情を受け朝日バス、青葉団地循環などのバス路線において、一時期社内放送にて、青毛バス停に対し、次は、青毛というアナウンスが流されていたが、今日においては、 次は青毛と元の形に戻されている。中世の時期の存名に、大毛の文字が当てられていたこともある。中島火災用水路が湾曲している地に位置し、低地に挟まれ、小高い島のようになっていることからこの名がついたと、推察される。火災用水路の氾濫時もこの地だけは、島のように残ったとの伝承がある。流作火災用水路の氾濫時に水害に遭いやすい土地柄であったため、 流作と称されたと見られている。大坂井かつて沼であったと見られ、畑混じりの田であったが、どもりがされ、平沼と地区各整理事業により、団地とされた。子供歌まじない正月三日日の食事私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。昭和後期に行われた調査では、青毛の古い集落周辺では、 茎市街地に比べ常に低い気温が観測されている。主な要因としては火災用水路による冷たい空気の通り道であるためと考えられている。1982年10月より1984年10月までに行われた調査結果では、下半砂丘上において以下のような森林群落が確認されている。名木、巨木としては以下が挙げられる。このか。 青毛北部に、かつて所在していた砂採掘跡の水辺において、タヌキモの生育が確認されている。同地の水深は8 0トルから1 0 0トルに達しており、タヌキモが最も優先していた。同地ではタヌキモに次いで、コバのヒルムシロが優先していた。これに続きサデクサに追い立てとなっている。1984年7月15日の調査では、 比較的アルカリ性の強い pH7.2 から7.9を示した。同地においては、水生昆虫、貝類、銅羽類、水生植物などにおいて注目される種が発見されたことから、茎市内において自然の残された貴重な場として調査員の関心を集めた。しかしその後、ゴミ焼却場の残骸の処分場となったことにより、環境は 数ヶ月の陶器で目に見えて悪化し、今日においては埋め立てられ水辺は姿を消している。なお、同地は、私有地であるため立ち入りは、制限されている。狸もの生育地周辺の総本群落としては、以下の種が確認されている。ありがとうございます。